こんにちは。僕、孫悟飯です。一瞬で感じにしてやる。まさか姿を誰かに見せることになるとはね。君の最初で最後の幸運、運か。お前にこれほどまでの力が。あっけったね。なんてざまだ。いらっしゃいませ。毎度
やあ。こんなはずじゃ。結局真の力とやらを見ることもなかった。闇死ね。ちち、貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら、俺より目立つな！何としてでもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人なんです。助け出しなどいらん。俺十分なんだからな。ち、聞いてて。あいつ何者だ。わざわざあんなのをつけるなんて人がいいやつだな。おい、だから俺より目立つなっただろうが。あいつまだ俺の力に気づいていないのか。バッカの世界チャンピオン。だけの実力はあるようだな。ディー！ハッ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 ！
当然だ。俺は世界ナンバーワンだぞ。そのトリックだぞ。今通用せん。くらえ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。さあ、とどめだ。うるさい。おい、だだだだだだ。あ、よかった、いますね。あ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって？どいつもこいつも、俺の邪魔かい、仕上がって。な、何が起きてる。サタンだったって止めるはずもない。ギラたちの仕業ですね。生き貴様からか。一番の楽しみは、最後に取っておきたかったのだ。いいぞ、孫悟空。戦いはこうやって、ある程度実は近くなっては面白くない。ああ、オラもそう思う。
くんな。邪魔だ。貴様それでも俺の弟子か。やさあちょうどめだ。うるさい。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ何が起きてるんだ。なんだ、空なんて飛べるはずは。これはミラたちの仕業ですね。いきなり貴様来るか。一番の楽しみは最後に取っておきたかった。消えてなくなる。わけはねえや。いいぞ孫悟空。戦いはこうやってある程度実力が近くなっては面白くない。ああ、オラもそう思う。消えてなくなる。
はめはめは。押し動いてなくなる。はめはめは。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。それが限界だとしたらとんだ期待外れだぜ。強い力を送っているはず。きっとミラたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少しサタンを食い止めてください。お仕事聞いてなくなる。カリハミハヨ。
よくわかった。ほらもうやめとくわ。うん、おめえの出番だぞ。なんだこのバカ、何を言ってやるんだ。自分の息子をみすみす殺す気か。ふざけよって何を言うかと思えば、お仕事聞いてくんなれ。神はめや、僕がセルト。ねえご飯、この世の中取り返してやるんだ。学士さんになりてんだろ。わかりました、やってみます。ソンゴ、なかなかの器用を感じるな。孫悟空のこともうんざらはったりばかりではなかったらしい。この私に勝てるというのはまさか言い過ぎだったようだ。いい顔してやる。もうやめようよ、この戦い意味がないよ。僕本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。さっきは昔から読んでカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくことも思ったのか。それどころか私はどういうふうにしても貴様を怒らせたくなった。お仕事聞いてなくなれ、神はめは。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。ミスターサタンから感じた怪しい気は全て消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今度は3発目。そんなそったれー。セルジュニア、こいつも普段より強くなっているのか。お願いします、皆さんを守ってください。気付けろ、恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ、絶対に勝てない。小さくても私の子供たちだ。気が膨らみ始めた。やっと怒りを感じ出した。
早く進化を見せる。取り返しのつかんことに。ベジータやトランクスでやっと互角の戦い。体力を失っている孫悟空もあふれ。みんなすまねえ。こんなはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。どうやったらその力が出せるかわからないな。やっと真の姿を見せたか。これで面白くなってきた。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子はおかしいです。ゴハンさんの気はそんなまがまがしいものではありません。これはやつらはミラたちの仕業だ。本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出た。奴はもっと苦しめてやらなきゃ。
なんて邪魔だ。貴様それでも俺の弟子か。ミスターサタンから感じた怪しい気は全て消えたように、これでもう起き上がれないはず。今度は貴様たちに。そんな、くそったれ。先生、こいつも本来より強く走るのか。お願いします。皆さんを守ってください。気つけろ、恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ、絶対に。小さくても私の子供だ。やっと怒りを感じ出したよ。早く死ぬか、取り返しのつかんことになるぞ。ベジータやトランクスでやっと合格の戦いだ。体力を失っている孫悟空も危ない。な、すまねえ、こんなはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どうやらその力が出せるのかわからないな。もう許さないぞ、お前たち。
やっと真の姿を見つけたか。それで面白くなってきたのか。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。ゴハンさんはと、こんなまだまだしいものではありません。これは奴らのミラたちの仕業だ。苦しめてやらなきゃ。本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。
消えてなくなれ。ハミハミハー。ミラたちです。すぐそばにいます。シルジュニアを通したら、ひとまずテルはゴハンさんに任せてすぐ向かってください。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがあり。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギーを。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はぁ、あんた、トランクス、なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そうか、違う歴史から来たの。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。我の未来のための実験とでも言っておこうか。実験だってふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼しちゃうわ。科学者が実験して何が悪いって言うのよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いつく。キラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。うがったりさせるなよ。こっちは二人がかりだっていうのに。言ったはずだ、がっかりさせる。この程度ならすぐに始末してしまったな。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。
やっぱりただものじゃない。全力で来い。1秒でも長くもがいてみせろ。気をつけてください。半端な強さじゃない。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。まだ力を隠してるのか。お待たせミラー、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンゴハン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ゴハンさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。俺はまた時の巣からサポートさせてもらいます。すみません、よろしくお願いします。死の淵から蘇った感じ。私はさらにパワーアップして戻って。何がおかしい。気でも触れたのか。僕の思い上がりで死んでしまった弟の敵が撃てるんですが、ぜひこの手で殺したかったと思って。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けてエゴを倒してください。
火曜様に手伝ってもらって今で特別に喋ってんだ。あ、おめえは力の全然出してねえぞ。爆発させろ。どうした？私、よ、よりよかった、あいつ。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。入ってるよ。
Thank you.